ヨハン・ゴットフリート・シヒトは、ドイツの作曲家、カペルマイスター、トーマス・カントル。シヒトは、ザクセン王国のボガテニアに生まれた。1776年からライプツヒで法学を学ぶ。シヒトは、ヨハン・アダム・ヒラーが催す演奏会で伴奏者、バイオリニストを務め、その後ライプツヒゲ・バントハウス管弦楽団でも、働くようになる。1785年には、 ヒラーの後任として、ゲバントハウス管弦楽団を任された。翌年、コンスタンツア・アレッサンドラ・オクタフィア・ファルデシュトリアと結婚するものの、彼女は3年後にこの世を去ってしまう。二人の間に生まれた4人の子供のうち、ヘンリエッテ・ビルヘルメネを除く3人は幼いうちに死亡している。死とは、ノイキルヒエの音楽監督だったほか、1802年には共同で、 ライプツィヒジングアカデミーを創設して主席指揮者に就任した。シヒとはライプツィヒエヴバントハウス還元学団の学長職に1810年まで止まった。それ以降、1823年にライプツヒで没するまでトーマスカントルを務めた。彼の文化からはカールゴットリープヘディングなどが輩出している。最も重要な作品は1819年の 大合唱曲集であると考えられている。詩人はそれ以外に、ミサ曲、モテット、カンタータ、1 0百編、四つのテでウム、ピアノ競奏曲を一曲、ソナタ、カプリッチョなどを作曲している。ありがとうございます。